おはようございます。クラシックギタリストの高橋義太郎です。今日はね、おすすめのおやつ、おつまみの紹介をさせていただきます。私ね、食べ物はここ最近になってやっぱり気をつけるようになりました。普段の食事もそうですし、あとおやつもそうですね。そういう食べ物を気をつければ、もっともっとね、健康になれる、もっと体力を向上することができるというふうにこう考えております。学生の頃はね、勢いに任せて、いろんなものを食べて、それでも元気で入れたんですけども、今はね、やはりこう気をつけなくちゃいけないかなと。でも気をつければ、学生の頃よりももっともっと元気になれる、体力をつけることができるというふうに思っておりますので、食べ物はね、すごく気をつけるようにしております。で、以前は調味料のね、紹介させていただいたんですけど、今日おやつ関係ですね。それおやつなんですけれども、いわゆるスナック菓子というのは、自分で買って食べることはまずないです。それはやはりこう添加物が多いというところが一つこう気になりますよね。なので、無駄にカロリーだけを摂取してしまうと。それで、添加物が多いので、ちょっとね、そういう、悪影響も心配であるということなので、ここ最近はやはりこうスナック菓子の類は、自分で買って食べるということはまずなくなりました。それでこうできる限り自然のものを摂取するように、しました。バナナチップですとか、ナッツ類ですとか、そういったできるだけこう自然のものを摂取するようにして、それで美味しいだけではなくて、こう栄養も取り入れようというふうにしておりますけど、この度ですね、ちょっと近くのスーパーですごいものを見つけまして、それの紹介を今日させていただくのですが、それは何かというと、体力の源、アーモンド入りニンニク塩ライスと、ね、体力、耐える力の源というものですね。で、もうこれはですね、分かりやすく、とにかく、元気になりたい人、すべての方におすすめです。すごいです。後で言うんですけど、体力だけじゃなくて、こう気持ちですね、気力も充実させたいという方に本当におすすめです。それでね、食べてみての感想なんですけど、美味しいです。美味しいです。すごく美味しいです。ニンニクのサプリメントは私取ってるんですけども、匂いがしないんですよね。もちろん気を使ってということでしょうけど、で、それも効いてるんでしょうけど、やはりこう匂いがないと本当に効いてるのかなって半信半疑になるところがあるんですけど、これは完全にニンニクの香ばしい匂いがします。しますので、日中これから人と会うという前に食べるのは、控えた方がいいかなと思います。もう夜ですね、これから誰とも会わないと、もう分かってる時にもう遠慮なく食べるというのがおすすめかと思います。完全に匂いがします。で、その逆に完全に匂いがするからこそ、すごく食が進みます。で、副作用としては、ちょっと止まらなくなっちゃうくらい美味しいというのが、一つ副作用なので、これ1袋300円ぐらいするので、全部食べちゃうと本当にね、あっという間っていう感じするので、食べないように、ほどほどの量で抑えるように我慢するというのが、ちょっと大変かなというくらい美味しいです。美味しいだけじゃなくて、すごく元気になります。食べ終わった後ですね、内臓がね、こう燃えるように熱いような感覚を得ます。すごくポッポポッポしてきます。それで、体力もすごく充実するし、なんか気持ち的にやるぞっていう気持ちになるんですね。だから、なんていうか、気持ちが塞ぎ込んでる方とか、おいそれとは言えないかもしれませんけど、ちょっとうつ病気味とか、なんか悩み事がある人とか、そういう精神的になんか問題抱えてる方も、これ食べるとすごく元気になって、なんか悩み事も吹っ飛ぶような気持ちになるんじゃないかなと。で、決して体には全然悪くないところがすごくいいので、そういう悩み事抱えてる方もこれを食べるとすごくいいんじゃないかなと思います。で、ご存知の方も多いかと思うんですけども、ニンニク、あと
入ってるアーモンドですね、それの効果をちょっとまとめさせていただきましたけれども、まあ、225はやっぱりすごいですね。野菜の王様と言われてるだけあってですね、殺菌作用、抗ウイルス作用、ね、今話題のウイルスですね、ウイルスに対しても、非常に効果が強いということですね。風邪予防、がん予防、血圧効果、疲労回復、血栓予防、抗酸化作用、老化予防、あと腸内環境の整備ということで、あ、まあですからこういろんなサプリメント、私も、このチャンネルで紹介させていただきましたけれども、本当に迷ったらですね、野菜の王様と言われているまずニンニクを取るというふうにすればまず大丈夫かなと、ね、病気になりたくない、健康でいたいという方はね、もうニンニクを食べるというのがおすすめではないかなというふうに思います。アーモンドもいいですね。血栓予防、抗酸化作用、成長作用、疲労回復ということで、血栓、ね、血の塊ができると、で血の巡りが悪くなるというのが、まあ、いろんな病気の元になるわけですね。心臓病とか 脳の病気とかね、あと、まあ、最近ね、いろんなものでこう血栓ができると、まあ、いろんなものってちょっとここのチャンネル、プラットフォームではぼやかして言いますけれども、いろんなもので血栓ができやすくなると、ね、いう話題が最近多いですけれども、それに対しても、まあ、もしかしたら効果があるかもしれません。だから、まあすごくいい組み合わせですね。ニンニクとアーモンド、はい、ですからなんか美味しくそして元気に、なりたいという方はですね、一度、まあ、スーパーで見かけたら買われることをお勧めします。アマゾンにも載ってたので、関連ページ載せさせていただきます。まあ、あとはこれである必要はもちろんないかもしれません。ニンニクそのものを例えばレンジでチンして食べる、毎日ね一かけとか食べるっていうのでもいいかもしれませんし、まあ、他に、まあ、似たような商品を買われるということでもいいかもしれません。ただね、これ本当に美味しいんですよ。だからちょっと、栄養のためもあるんですけど、ちょっと楽しみのために、食べるという側面はちょっとあるかなという感じがあるので、また同じスーパーに行ったら手が伸びちゃうかなというくらい本当に美味しいのでおすすめです。はい、それではね、今日も文字通り元気に、お過ごしください。ではさようなら。